本で初めて俺がポンプの先生をやってる。そうで教え方ね、本当に大切なのが3つ目でね、これをやってください、これをやる〇がこれです、全部教えて、それが分からないと応用が効かない。鹿児島、お疲れ様でした。お疲れ様でした。5日間行ってましたけど、5日間行ったね。どうでした？そう、イブスキってことだね、イブスキにね、お客さん迎え来てくれて、重健さんね、社長が迎え来てくれて、その日はホテルまで送ってくれたかな。まあ、そもそも何しに行ったかと、これね、ポンプの先生だね。日本で初めて俺が、ポンプの先生をやってる。他にやってるところはないんですか？ないし、こんな面倒したいことない。誰もやりたがんないと思う。あと特殊な機械だしね。これは、ポンプ車を買ってくれた方に限定でやってる、うん、そう、買ってくれた人にね、限定でやってる。やってくれたもんね。そうそうして。はい、あれ？タバコがないのかな？またタバコがないか。ねえ、なっちゃんから借りたタバコなくしたんだけど俺。ねえ、なっちゃんから借りたタバコなくした。で、ポンプの先生、ポンプを、鹿児島の指宿の、重健さんに買ってもらったから、それを講習しに行ってきました。で、まあ、空港まで迎え来てもらって、これ指宿と温泉街がすごい、すごい温泉街、砂蒸し振りっていうのが有名、宿はこっちで届きますって言って、すごいすごいいいとこ取ってもらって、一人なのにさ、なんかすごい豪華な旅館取ってもらっちゃって、一人なのにさ、毎日夜懐石料理です。一人で懐石料理美味しかったけど、一人で食ってもね、なんかね、うん、で、今回は水ザコさんって方が、今回俺が教える生徒さんだな。なかなかセンスはあったから、すごい慎重な人だったからね、けど最後のやっぱりあのちゃんと一通りできるようになって、ポンプ車一人でもできるようになってね。ポンプ車をまず乗るには、扱うには、なんかそうやって講習を受けないといけない。そう、講習が必要な。ポンプ車乗るには講習で、俺が講習する。で、講習終了書を発行して、でそれで操作ができるようになる。5日間でそれ全部覚えられるものなんですね。そう、だから俺のプログラムっての特殊なのよ。もう一回見せたら、はい、全部やってみたいな。できます？すごいプログラムだな。一回お手本を午前中にパッとやる、うん、ホース持ってコンクリート入れるんだけど、で、2回目からもう、はい、これやってる。この状態が一番楽です、本当に。これより下がっても大変、上がりすぎて、でも生ホップにしちゃうし、申し訳なくて。初日からもうコンクリート入れるわ、操作もするわ、機械も設置するわ。ほぼもうやりながら覚えるみたいな感じ、うん、そう、もう一回教えたらもうできるでしょみたいな。だ、結構プレッシャーを与えながら、初日教えて2日目からもうほぼ俺も見てるだけみたいな。助けを求められたら、助け求められたらしばらく助けない。やっぱ自分で考えてもらって、 あれどうだったっけかな、これあれなんでこれ動かないんだろうなとか、うん、こういうのも全部もうちょっとしばらく嫌なやつでちょっとこうやって腕組んでこうやって待って。そこでやっぱ答えが出るとそれって身につくんだよね、うん、だからわざとすぐには教えなくて、うん、もう一回教えたらもうパッと死ぬ気で覚える。最初から一回教えたら教えませんみたいな、困ったら助けますけど、うん、結構プレッシャーですね、うんうん、教えるんだけど、みんなね、教わる人はかなり必死。普通はやっぱ2ヶ月ぐらいはかかる、早い人で1ヶ月ぐらいかな、うん、それを5日間だったら全部ができるようになるかって言ったらそうじゃないんだけど、まあ配管作業とかそういった特殊な打設とかはちょっと難しいから、これはできないよって最初から教えてて、ポンプを使ってホースでね、こうやってた状態で打てるようにはなるよって。でも必死だよね。で、ポンプ車って多分だけど動作があるじゃんね、機械って多分動作が一番多い機械だよ、ポンプ車っていうのは。油圧装置とかも、油圧本数の数なんて半端じゃないから、あと電子制御もあるし、もういろんなのがついてるから、正直すっごい大変なんだけど、今までも20人ぐらいやってるんだよね。これは自信だね。正直言うと、最初に教えてた人たちはそんなプログラムをなんか俺が適当じゃないけど、もうなんかこんな感じみたいなやりながら模索したとこあるからだけど、今はもうちゃんと教えられるようになったから、今は自信持ってね、もう一回できるってね。その代わりにもセンスいい人にしてくださいって言ってる。やっぱりセンスいい人って何やってもセンスいい。で、あと教えるにもやっぱり操作っていうのがやっぱり手順っていうのがあるじゃない。これやって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 必ずやっぱどれか抜けちゃう。でも手順を間違えると、やっぱりポンプ車っていうのはすごいトラブルがすごい多いから、
手順間違えただけで大変なことになっちゃう。でその手順を教えるやり方が俺を2つずつ教える。そうすると2個は抜けないんだよ。2個やらないってことがなくなる。これとこれがセットだよ。これやったらこれって1個ずつだとそれ忘れちゃう、うん、まあでもその2個セットで教えていくっていうのはすごくいい。2個な抜けたらもうどう考えても手順がおかしいから気づくはずだから、うん、それはいつ頃編み出したんですか。いつ頃だろう。15人目ぐらいかな。15人。割と最近。15人前の人たちは大変だったかもしれない。そうで教え方ね、1つ目のポイントはまあ放置だね。さっき説明したらもう1回教えたらもうやってみて、うん、で困って解決したらその身につくよねって言ったところと、うん、2個目は何だっけ、あと2つずつ教えていくよっていうこと、うん、あとね、本当に大切なのが3つ目でね、これやってあれやってってはい分かりましたってやるんだけど、やる理由が分かんないでやってる人って意外と多い。言われたからやるみたいな、忘れなければその通りやってくれればいいんだけど、絶対そのやる理由っていうのをちゃんと分かっておけばもうやらなきゃダメだよねみたいなことになるんだよね。一つ一つこれをやってください、これをやる理由はこれですと全部教えていく。娘に対して娘に引っ張るか考えたら、どこに動いてたのかやるやん。斜めに打つのは大変だけど、枠に対して直角、これを覚えたっけ。夏のはね、挫折が終わりました。生ごと状態にもよるんですけど、硬かったりすると10分待てないです。10分待ったら全部詰まるって覚えてください、はい、それぐらい夏は怖いです。特に遠くから運ばれてきた生ごは柔らかくても効果が早いです。土がかかってきた生ごはびしゃびしゃでもすぐ生ごはできますので、はい、こういう風にして、まあ、待ってる間循環させないといけない、はい、これ夏場絶対やってください。生ごの性質だったりそういったところとか、まあ、機械の性質だったり、まあ、圧力を使って送る機械だからその圧についても教えたりとか、そういうのもしっかり教えていくことによって、もうやらなきゃダメだよねって。でまあ基本の作業って基本の形とかもあるんだけど、基本はあくまでも基本で、やっぱ応用っていうのも必要になってくるんだけど、やる理由をちゃんと教えることによってそれが分かっていれば自分で応用ができるんだよね。今後ね、5日間しかないけれども理由まで教わってるから、やっていくうちに自分で応用ができるようになっていく。理由が分からないと応用が効かないから、5日間終わってももう自分自身で成長していけるようになるよね、うん、水迫さんはこれから鹿児島の指宿で多分一番になると思うよ。もともと何屋さんなんですか。基礎と足場と左官もやるのかな。うん、まあ、結構まあマルチにやる建設会社さん、自社でもコンクリートポンプ使うし、うん、で買ったらほら自社で使わない日もあるだろうけれども、そういった日にまあよその仕事もできるね、うん、また一つの事業としてこれもできるように俺もしっかり教えるから、うん、その営業の仕方とかそういった経営の作戦みたいなのもその5日間で、それは社長さんにね教えるんで、うん、こういう風にやった方がいい、風にやった方がいいっていうのも教える。なかなかいい先生だと思うけど、その講習受ける人っていうのは大体なんか新しく事業始めるみたいな人が多いですか。自分家でポンプ車を使うから、うん、じゃあ自分家でポンプ車買っちゃおうかみたいな人が多い。でそこからまあポンプの事業っていうのもね、まあ、自分家で練習して上手くなったらじゃあ要するに、うん、焼肉屋さん連れてってもらって、もう本当になんか接待していただいて、もう申し訳なくて俺もだから申し訳なくて、いろいろね後でかまぼこ食ってこう美味しいかまぼこあるからね、いろいろしてもらっちゃった。あ、指宿って場所だよね。すっごいいいところ。温泉地なの、うん、知ってた。行ったことないし、あんま知らなかったです。ゆうちゃん知ってた。指宿。そんなに。意外と有名じゃないかもね。ね、あのもそもそもあの漢字読めるんですか。鹿児島ってそういう風多いんだけどね。まあ、でも砂伏風呂とかね。入ってない、入ってない。俺は前行った時に入ったんだ。温泉ってのはすごくて、うちゃうちゃあるところじゃなくてさ、もう山とか走ればそこら中から湯気が湧いてもうどこでも掘れば出るみたいな、なかなかすごいって思うよ。で今ね、全然ビーチがなくて、そうビーチを作るので150トンでビーチを作るんだって、でこんなのもできてくるから、これから指宿っていうのはもしかしたら栄えていくのかな。なんかでっかい山ありましたよ。ああ、買い物だけ。俺なんかほら富士山の麓で育ったからさ、ほとんどね山に驚くことなんかないんだよ。でも買い物だけはなんだろう、周り何もないからほら、そこだけシュッってランクでさ、しかもまあ真緑なんですごい。すごい。ハイモンだけ。でっかいね。すごい。立派な山だよ、立派な山。なかなか大きく見えるよ。本当にあとのどかでね、よかった。鶏は何だったんですか。いや、ちょっと俺建設の仕事をさ、20年以上やってんだもんね。いろんな仕事やってるからね。現場に鶏が遊びに来たの初めて。
野生じゃねえ、隣に血がかかってるんだって。普通に隣の現場に遊びに来ちゃうね、鶏が。これ大丈夫だろ、俺。まあ田舎だから気にしないんだよ、そういうのね。やっぱあったかいよ、あの南の人たちが。で、東京来てもうね、25年経つけどさ。そこもまあいいとこだけど、それ以上に鹿児島ってのは人があったかいかなって思った。まずあれだ、ほら鹿児島の人たちさ、ほら道とか尋ねるじゃん。どこどこ行きたいんですけど、なんて尋ねたら。前からうち上がりなさいみたいなね、まずお茶飲んできなさいみたいな、そういう場所だよ鹿児島ってのはね。いいよね、早く目的地行きたいのに、そこはそこでまた微妙らしいけどさ、でも嬉しいよね。飲み屋なんかでもね、一日だけほら懐石料理にね、なんかもうちょっとだけ街でよと思って、夜だけご飯一人でなんかバルみたいなとこ行ったの。やっぱ俺その日の客と全員仲良くなっちゃって熊本の人とさ、むしろ東京の人もいるとたら仲良くなって、でその熊本で仲良くなった人がさ、同い年でさ、経営者の人だったんだけど、まあ、すごいお料理吹けてんだけどで次の日もね、その人がね、海鮮のうまいから食べましょうよみたいな、いきなりもう自宅招待されて、で中継さんのお客さんも一緒にだから、なんかご賞してくれみたいから一緒に行くみたいな言葉に甘えちゃって8人で行ってすごい、何だったんだろうみたいなてか、なんで食べることになったんだろうみたいな、なんかちょっと謎だったんだけどすごくね、面白かったね。あ、そうそう、マッサージ行ってたの、これもう体痛くてすっごい、もう出張中って、そう、実は先生やってる時で、実は俺暇だから、ここにいるとさ、もうやることいっぱいあるんだよ、やることがなくなることが出ないから、もうずっとちょろちょろしてさ、マッサージもあんまり行く時間もない、ね、美容室行く時間もないから、あっちは暇だからさ、マッサージ3回目だよ。で、マッサージ行ったお店の人が東京の人だったんだよね、もう新評価じゃん。俺家は秋島だから、秋島、うん、僕、アキルノなんです。え、アキルノなんで、アキルノ、俺の会社ありますよ、アキルノの話してて、マッサージしてて、すごい狭いですね。で、髪も切ってきて、時間があった、色変わりましたよ。そう、金髪だったからね、ほら金髪でさ、ほら、デーマンとか出たじゃん、あれ金髪の予定じゃなかったわけ、あれね、俺もともとシルバーにしたかったじゃんね、俺ね。で、失敗されちゃったか分かんないけど、金のままになっちゃったじゃん、あれね。で、金髪のままレーマンとか出たらさ、ヤンキー社長とか書かれるじゃんね、やからとか書かれるじゃん、違うじゃんと思って、そうじゃないよっつって言ってさ、俺キレキャラじゃないし、だからじゃん、黒でローライト仕事もしてきたけど、意外と休みも取れました。ここから忙しいで、たまた仕事がいっぱいあるんで、で熊本にね、熊本の友達がいつもいるから、隣まで来たから顔だけ見て帰ろうっつって、で熊本行って、で熊本から飛行機で帰って、熊本はもうしょっちゅう行ってるから特に喋ることがない文龍っていうラーメン屋さんがあって、すごい美味しかった。10時半からずらーっと並んでて、並ぶんですか、最近並べるようになったんであんまり好きじゃないけど並ぶ、まあ、旅行先だし友達もいるし並べるようになった最近この多動性が治ってきた、もう結構治ってきたよね、あー人の名前も覚えられるようになってきたじゃん、ちょっと俺も自分自身ですごい成長、ここに来て成長してる。さっきタバコなくてうずうずしてましたよ。まあ、タバコは1日5回くらいなくす、毎日なくしも忘れ物する。あの本当、今回ね、重健さん大変お世話になりました。ホテルから食事までね、本当にありがとうございました。イブスキにはね、あのポンプ車が1台もなかったので、イブスキ市っていう場所にね、イブスキさんが初めてポンプ車っていうのを導入したから、ぜひあの周辺に住んでいる方々はですね、イブスキさんにぜひですね、ポンプの仕事、依頼していただけたらなと思います。どうもありがとうございました。YouTube の登録者数が2万人、うちのチャンネルだね、俺がバカみたいにやってるチャンネルと、あともう一個真面目にというかドキュメンタリーやってる方、あっちが10万人いきました。10万人と2万人記念ライブを3月22日夜8時からやります。ぜひ皆さん見てください、よろしくお願いします。ついに角川から私の本が出ます。てっぺんとろか、中卒40歳年商14億円経営者の失敗から学んだ成り上がり論、出ます。なんか恥ずかしいよね、自分の本でね初めて読めた本ですよね。そう、人生で自分が初めて読めた本、ね、本なんか本当に読めない。全国の書店で面出しで置いていただけるそうなので、角川さんだからなんかいいとこに並ぶと思います。あの全国の書店さん、もしよろしければ私あのサイン会とか行けたら行きますえと3月27日発売、2月5日からかな、あのアマゾンのリンクが貼られるっていうことは予約ができるっていうこと。でも、だそうです。ぜひ皆さん、たくさんのご予約お待ちしております。よろしくお願いします。